約 0.1 トンです。 0.1 トン0.1 トンいきます。 0.1 トンが乗るとどうなるか。傷はやっぱつきましたね。はい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 。傷とは思うんですけど、はい、バキッと割れちゃうことはない。ないですね。真川社長、はい、じゃあそれじゃあちょっと資材置き場の方に来てみたんですけど、はい、八方の残材があるんで、はい、ちょっと普段試せないようなことをこれで試してみたいと思うんですが、はい、じゃあまず第1弾、第1弾グランドアートウォールの八方に乗ってみた、はいはい、乗ってみた。なるほど、はい、約 0.1 トンです。 0.1 トン、はい、0.1 トンいきます。 0.1 トンが乗るとどうなるか。あ、でも全然問題ないですね。問題ないですね、うん、ちなみに飛んでみるとどんな感じですか。まあ、ちょっとへこむね。やっぱりへこみますね、うん、はいはいはい。まあ、八方の生身の状態なんでね、はいはいはい。まあ、実際乗るっていう状況も、まあ、デッキタイプとかだったらまた別ですけど、そうですね、あれはまた厚みがあってっていうの。そうですね、厚みがあるのと、まあ、あとはそのステルスですかね、はい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 、置けば、あの耐荷重も耐えれるようになるので、はいはいはい。まあ、実際はこれが垂直に立って、はい、地面と垂直に立って、そうですね、でこの穴の部分にアングルが通って、鉄骨が通って、はい、そうですね、で、中充填して1枚の壁になる、はい。まあ、ちょっと状況は違うんですけど、まあ、この生身の八方ですね、はい、そうですね、どうだか、はい。まあ、ちょっといろいろ実験、ね、あ、もう全然大丈夫ですね、うん。だから、まあ、多分こういうちょっと今残材があるんで、はい、アルミの型材を、はい、まあ、落としてみましょうか、はい。傷はやっぱつきましたね、はい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 、うん。まあ、八方って感じ。そうですね、はい。でもやっぱこの EPS パネルって圧縮率が普通 の, あのお魚屋さんとかである、はい、発泡スチロールとはまた違う圧縮率なので、はい、やっぱその圧縮率を変えることによって強度が出たりだったりとか、まあ、あの魚屋さんレベルの発泡スチロールではないってことですかね。はいはい、はい、まあ、ちょっとせっかく残材あるんで、うん、いろいろ試せたらなと思いますんで、はい、まあ、あの皆さんぜひちょっとこんなの試してみてほしいとか、そうですね、やってみてほしいっていうのがあれば、はい、お問い合わせいただけたらと、はいはい、僕らが実験します。はい、お願いします。じゃあちょっと今度ローラーストーンの方実験お願いします。はい、行きましょうか。社長、じゃあ今度ローラーストーンなんですけど、はい、ちょっとなんかまがまがしいものを持ってますけど、はいはい、ハンマー、はい、ハンマーです。ハンマーです、はい。ちょっとここにあのローラーストーンのサンプルですね、うん、でお客様にこんな感じですよとお見せするときに、まあ、実際のローラーストーンなんですけど、はい、まあ、このベニヤ板ですね、はい、これにサンプルとしてお見せするのに実際のローラーストーンと同じ施工方法で施工したローラーストーンのサンプルを叩いてみてどうなるか、はいはい。意外とね、はい、まあ、後ろがベニヤっていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、まあ、下地がコンクリートだとその下が空洞ではないので、はい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 、あれだと思うんですけど全然平気ですよね、はい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 、はい。角をね、角を、意外と、まあ、多少削れるとは思うんですけど、はい、バキッと割れちゃうとかはないですね。ないですね。まあ、今これ下が土の上に人工芝が敷いてあって、はい、でその上にベニヤのサンプルをやってる状態ですね、はい。まあ、通常は、まあ、一番多いのはドマコンクリートの上にローラーストーン、そうですね、まあ、また状況変わってくると思うんですけど、そうですね、まあ、実際これあのこれちょっと見てもらうと、これがあの本物のインターロッキングかね、はい、これあの多分割れると多分かけると思うんですよね。はい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 、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。意外とローラーストーン本当にこう角当てても、はいはい、やっぱ表面強度はやっぱ強いですよね。はいはい、強いですね、うん。ちなみにそれ反対側で叩いちゃうとどうですかね。これも平気ですね。割れない、はい、割れないですね、はい、おほほほほほほ、なるほど。じゃあまあちょっと今回ローラーストーン、うん、
ハンマーで叩いてみたということで、はいはい、まあ、ちょっとまあこちらもこんなことを試してみてほしいということがあれば、そうですね、コメントお問い合わせお待ちしています。あ、まあ、あの実際、コンクリートの、はい、下地になれば、まあ、先ほども多分ご説明したと思うんですけど、はい、コンクリートがやっぱ割れるとここも割れてくると思う。はい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 、でなんていうの、後ろ側叩いても全然あの剥がれる要素も今のところはないので、はいはいはい、大丈夫そうですね、はい、でもやっぱりこういうちょっと、まあ、今ベニヤよりローラーストーンがはみ出てると思うんですよね。はい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 、そこをまあ多分うまく叩くと多分割れると思うんですね。なるほどなるほど、はい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 、これはどうしても後ろ側があの何もない下地の状態なので、はい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 、もちろんそういう場合はもちろん割れますし、はいはいはい、でも通常の本当にあのドバコンクリートに施工してある上であれば何も問題ないのかなと。はいはいはい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後事務所の方で僕いろいろ準備してきたんで、はい、それぞれの実験をして終わりということで、わかりました、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと最後ローラースタンの方で事務所まで来ましたんで、はい、いろいろもう本当準備してきましたんで、はい、パパッとまたすごいですね。そうですね、もうちょっと手持ち花火、なるほど、はい、手持ち素晴らしい、チョーク、自転車、スケボー、はい、なるほど、あ、ちょっと待ってくださいね、今、はい、ペットボトルがスーパーアシスタントの、スーパーアシスタントの宮川さんが、宮川ちゃんが、まあ、じゃあそのままちょっと動画入ってもらっちゃう。はい。はい、で、あ、それちょっと実験に使う用で、はい、置いといていただいて、はい、いや、すいません、社長、休憩中に、はい、いや、そうですね、タバコ吸ってました今。今ちょっとあの、はい、喫煙所の方でタバコ吸って、はい、あ、タバコといえば、はい、今ちょっと思ったんですけど、よくあの駅の、まあ、喫煙所とかで、まあ、下がタイルのことが多いんですかね。で、まあ、たまに僕がこう駅の喫煙所とかで吸ってる時にそこに灰皿があるのに床で消される方とかいるんですよね。はい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 、なんでまあ多分やる人は多分いないと思うんですけど、ちょっとタバコの火も一回やってみますかね。あ、そうですね、うん、せっかくなんで、はい、ローラーストーン、ちょっとあんまり言いたくないですけど、うん、ローラーストーンでタバコを消してみた。はい、じゃあやってみましょう。はい、じゃあ一発目、火が、はい、あのついてます今、はい、煙見えるかな。はい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 、でよく喫煙所とかでこうね、なんか座りながらこうやって消す方いるんですけど、はい、なんでそこに灰皿があるのにそこで消すんだと。まあ、あの本当に環境汚染問題とかうちもあの SDGs ですかね、取ってるので、まあ、あんまりこういうことはやりたくないんですけど、まあ、でもやられる方もいるかもしれないのでちょっと実験してみます。はい、いきます。今ローラーストーン、これミルクティーですかね、はい、で白目地でアスファルトの上に今回はやってあります。はい、アスファルトの上にローラーストーン、はい、ローラーストーンやってるのでちょっと目地部分がちょっとアスファルトの質感が出てます。はいはいはい、はい、一回じゃあ石の上でいきます。はい、あっ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 、今消えました。はい、まあ問題なさそうですかね。今ちょっとこの炭はついちゃったので、はいはいはい、これは多分汚れ水をかければ落ちるかなと思うんですけど、はいはい、特に塗料溶けみたいのはないですかね。はい、ちょっと水を準備してきたんで、はい、流してみちゃいます。はい、ではちょっと今いいですかね。はい、はいはい、汚れ落ちましたね。あ、落ちますね。はい、で塗料の溶けは特にないですかね。はいはいはい、はい、じゃあローラーストーンでタバコの火を消してみた。まあ一応大丈夫。大丈夫。はいはい、次、はい、お願いします。次どれいきましょうかね。まあ同じ水使うっていくと花火、まあ、チョーク花火、はいはいはい、やってみましょうか。はい、じゃあちょっと花火の方からいってみますか。はい、はい、じゃあちょっとライターお借りします。これは、まあ、あ、中にあ入ってるんですね。はい、あ、さすがでございます。まあお庭で花火をお子様とかとやられる場合に、まあ、ローラーストーンの上で花火、要は火ですかね、大丈夫かどうか、はい、
じゃあちょっと早速行ってみたいと思います。はい、湿気てないですかねこれ。多分大丈夫。ちょっと怖いですね。本来はろうそくでつけないと、ね、はい、本来はろうそく、はい、はい、まあ、特にこう、まあ、こうやって近づける人はいないと思うんですけど、そうですね、なかなか床にやられる方、あ、まあ、ちょっと白いすすつきましたね、はい、はい、で、まあ、花火をポイッと投げ捨てる子がいると、そうですね、はい、まあ、このポイッと投げつける、まあ、ある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 ですね、はい、お子様だと、まあ、今ちょっと白くなった感じですね。そうですね、表面温度はそんなに上がってないですね、はい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 、これ消えるのかな。いやどうですかね、ちょっとミルクティーって一番、まあ、汚れつくとしたら一番目立つ色ですね。そうですね、はい、一回ちょっとやってみましょうか、はい、はい、お願いします。あら、あれれれ、あ、落ちますね。結構軽かったですね。タバコの方が落ちづらかった、うん、そうですね、あ、大丈夫そうですね、はい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 、うん、はい、じゃあ、はい、ローラーストーンの上で花火やってみた、問題なし、問題ないですね、はい、結構やっぱり塗料なので、結構その引火性やっぱ僕すごい気にしてて、あの、でもまあ乾いてしまえばまあ問題ないのかなと思いますので、はい、はい、一応花火、タバコは大丈夫ということで、はい、はい、ここまで来ちゃえばさすがにチョークで落書きなんか全く問題なさそうですね。まあそうですね、ちょっと目立つ方でやってみますか、はいはい、そうですね、あ、そうですね、琴美グループ、はい、ローラーストーンサンプルとして今 1,2,3,4 パターンですかね、はい、やってありますんで、ちょっと目立つ色のところで、じゃあちょっとグレー系の黒目地、はい、でこれ正方乱張りの鍵ありと鍵なしが入ってるパターンです、はい、はい、鍵ありがここですかね、はい、鍵あり、はい、で鍵なしがここ、はい、はい、じゃあ早速何色からいってみましょうか。んー、まあ、まあ無難に白、そうですね、いいですか、はい。まあ、お子様がよく、道路とかに剥がれると思うんですけど、はい、まあ、それを消せるかどうか、はい、はい、じゃあ行ってみます。何でもいいですかね。そうです、はい、ちょっと絵心がある中で、はい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 、大丈夫かな。大丈夫。はい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 、はい、思った以上に可愛らしいのが伺われます。アンパンマン。アンパンマン。はい。まあ子供あるあるですね。そうですね。描きやすいですからね。で、まあこの状態でじゃあ、一回水をしないで擦ってみます。はい。まあこうなりますよね。はいはいはい。よく見る光景ですね。はいはいはい、はい、はい。まあ手も真っ白。はい。じゃあここで落ちるかどうか。はい。はい。お願いします。ちょっとこっちから行ってみます。今これ多分吸ってるので、おあおほほほ、あ、落ちますね。楽勝ですね。楽勝ですね。いや結構ローラーストーンってこの目地のデコボコもそうですけど、はい、石自体にデコボコが結構あるんで、そうですね、中に入っちゃって結構厄介かなと思ったんですけど、そうですね、意外とちょっともしかしたら乾いたら少しそのデコボコの部分に残ってるかもしれないんですけど、はいはいはい、表面的にはちゃんと消えるので、はいはいはい、たわし、あ、そうですね、デッキブラシとかたわしとかでこすっちゃっても大丈夫です。はいはい、はいはい、ローラーストーン自体は問題ないので、はい、高圧洗浄もかけれるので、あ、消えましたね。あ、消えましたね、はい、素晴らしい、素晴らしいですね、はい、ってことでチョークの白色は落ちるということで、はい、まあ、これが一番多分色としてはつきやすいと思うので、はい、まあ、ピンクだったり黄色だったり青だったり緑はもうあるんですけど、まあ、白が一番強いということで、はい、消えましたと、はい、ありがとうございます、はい、素晴らしい、素晴らしいですね。じゃあチョーク OK、 チョーク OK、 はい、はい、2つですね、はい、スケボーと
はい、自転車、はい、まあ、これもお子さんいられる家庭ではありがちなアイテムじゃないかなと思います、まあ、こういう置き方をしてあるご自宅も多分あると思うんで、はい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 、自転車はまあ単純にこっちもちょっと目立つんですかね、はい、まあ、ちょっとこれ僕が乗るといろいろ問題がありそうなんですね、はい、ブレーキとかかけてこう結構アクティブな子だとザーッとドリフトみたいなことを、まあそうですね、すごいと思うんですけど、ちょっとじゃあちょっとブレーキかけてみますよ、はい、あ、タイヤ痕、はいはいはい、あ、タイヤ痕つきましたね、つきましたね、はい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 、これやっぱこうしてってやるとやっぱりタイヤ痕がつくんですよね、はいはいはい、はい、ミルクティーにはタイヤ痕ついてきて、はい、これちょっとじゃあ落ちるかどうかやってみるのと、そうですね、ちなみにこっちのグレー色、はい、グレーカラーだとどうですかね、分かりづらい、あ、分かりづらいですね、今ついたよね、ついているんですけどほぼわからないですね、やっぱり、そうですね、今これ走ってたらいいんですよね、そうですね、はい、まあ目立ちにくいカラーにすれば、うん、まあついているんであろうけどもわからないですね、ちょっとわかんないですね、はい、ミルクティーは結構やっぱわかりますよね、わかりますね、だ普段ああいう風に車乗りでガシャガシャやってても、はい、実際やっぱタイヤ痕ついてないので、そうですね、ここ全部駐車場として使わせていただいてますけど、うん、まあ、車だと逆にタイヤ痕がつかないつかね、つきづらいですね、つきづらいですね、はい、まあ、ちょっと状況にもよると思うんですが、はい、今これ、うん、ローラーストーン施工して、はい、半年ぐらいですかね、ここの事務所は、ここそうですね、半年弱ぐらい、はいはい、7ヶ月ぐらい、まあ変わらず綺麗な状況で、そうですね、じゃあちょっと一回洗ってみましょうか、そうですね、はい、はい、なんとなくこれは落ちない気がするな、そうですね、ゴム、そうね、水が、あ、この辺ね、あ、やっぱりちょっと消えづらいですかね、あ、やっぱそうですね、はいはいはい、ゴム製のものだとちょっと一回洗ってみて、はい、あ、まあ一応消えてってはいるんですけど、そうですね、目立たなくはなってってますね、うん、ちょっと洗ってみて、これ乾くの待って、はい、乾いたらまた浮き上がってくるかもしれないんで、はいはいはい、ちょっとそれは後ほど、はい、今水をかけた状態では落ちたんですね、はい、そうですね、ちょっとでもやっぱり残っているかな、なんとなく、はいはいはい、まあ、知ってる人が見ると今わかるっていう、ね、そうですね、はいはい、なんでこれはちょっと乾いてから、はい、もう一度見てみましょう、はい、はい、最後、はい、スケートボード、スケートボード、はい、これ僕が乗るサイズじゃないですね、もうね、こっち、あ、もう足のサイズほぼ同じですね、これ乗れます、これまあちょっと足でゴリゴリ削っていただいて、はいはい、まあ、スケート、まあ、お庭でやるとか、まあ、例えばスケート場なんかでもロゴ付きでやりたいなんていうお話もあったりすると思うんですけど、その場合はそうですね、まあ、目地なしのプロの場合ですかね、まあ、純粋にスケートパークみたいなところでローラーストーンをやってしまうと多分目地の段差がタイヤに引っかかっちゃうと思うんですよね。なのでまあ目地なしの形でローラーストーンを打設して、はい、いけば問題ないのかなと思いますので、はいはいはい、まあ一般のお宅レベルでしたら、うん、まあちょっとこうやる分には問題ないそうですね。あ、でこれでかけちゃうっていうこともないですね。はい。はい、よくね、こういう感じだな、はい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 、まあまあもう何をするかわからないですからね、はい、まあ、これをね、こうやって、はいはいはい、落ちちゃったとかね、あ、何やってんのよって、うん、はい、はい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 、あ、大丈夫ですね、大丈夫ですね、はい、じゃあまあスケートに対してのスケボーに対してですね、うん、はい、スケボーの使い心地はまあ置いておいて、うん、まあ、スケートボードをやっても目地がかけるとか、うん、そういうことはない、そうですね、はい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 、全く問題ないですね、全
全く問題ないですね、はい、スケボーが壊れそうです。確かに、確かに。はい、まあ、問題ないですね。最初にやった花火とタバコのあたりなんですけど、はい、だいぶ乾いてきたと思うんですけど、はい、まだちょっと濡れてます。あ、でももうどこで実験したのかもはやわからない。これかな、ここの濡れてるところか、うん、これはもう落ちてますね。もうほぼほぼ落ちてますね、はい、大丈夫そうですね。わかんないですね。そうですね、もうわからないですね、うんうんうん、これもしこれ以上気になるっていう方は、はい、あのデッキブラシとかで擦ってあげればもう完璧かもしれない。そうですね、落ちそうですね、はい、やっぱ汚れに強いんですよね、はいはい、その雨だれとかも多分出ると思うんですけど、ちょっとここ見てもらっていいですかね。今あえて何もやってない方、はい、ローラーストーンの打折だけしてある方で、下地のアスファルト、はい、でローラーストーン、はい、で今ここちょっと発火してると思うんですけど、はい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 、これも、ここのグランドアートボールの、はい、セメント剤が少し雨で発火して流れてきたなと思うんですけど、やっぱちょっとここは白っぽくなってるんですけど、はいはい、これは純粋に、エフロカット、はいはいはい、アクトルとか、はいはいはい、まあ、サンポールを薄めていただいて使えば落ちるかな、はい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 、サンポールとかそういうエフロカット、まあ、サンポールはあれですけど、うん、エフロカット剤、はい、そういうものをローラーストーンにやっちゃっても特に。そうですね、あくまでも表面の要はセメントの成分と反応するので、実際、この打折した上で一回僕も使ったことあるんですけど、はいはいはい、まあ、何ら問題はなかったと。ちょっとやってみます。あ、そうですね、今ちょうどアクトルあるんで、あ、はい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 、ちょっとやってみましょうか、はいはい、ちょっと分かりやすいところでやります。ここ白い、こっち、はい、発火してない、はい、で、このアクトル、はい、はい、でまず、1回ちょっと水で汚れ落とします、はい、でまあ、ブラシだったりスポンジでいいんですけど1回汚れ落としますと、はい、で、まあ、ちょっと流して、はい、でこの状態で一回ちょっと水気がない状態にします、はい、でこう少し汚れ落としました、はい、で、まあ、これを原液でもいいんですけどちょっと一回水にちょっと含ましてですね、うっつつつで今泡立ってるの分かりますか。はいはいはい、これ発火、これ取れてます。はいはいはい、今ブク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 してると思うんですけど発火の部分が取れてます。これは、はい、ブクブクっと化学反応してるところが、そうですね、発火が取れてって、はい、でこれで一度放置します。はい、で大体 2,3 分、はいはいはい、したらもう一回ブラシでこすって、はい、で水で洗い流すと、はいはいはい、で多分またこれも乾き待ちなので、はい、乾いた後、はい、また見てもらえれば、はい、どう変わってるか、はいはいはい、はい、っていうところですかね。これまつけて、おお、はいはい、発火する部分につけるとわかりますか、泡が出てる、はい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 、だからものすごいタイルとかも綺麗になりますよ。ああ、いいですね、はい、今ほらすごいすごいすごい、はい、で素地のところにも一応やってみましょうか。はいはい、あー、ブクブクしてます。で今だいたい、まあ、1分ぐらい経ったかな。そうですね、うん、そしたら一回ちょっとこのまんまこすってあげて、
アスファルトの色が復活するかどうかというんですね。はい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 、はい、で流してあげると。これはしっかり流してあげた方がいい、はい、しっかり流してあげてください、はいはいはい、残っちゃうと良くないので、はいはい、じゃあこの状態でまた乾くのを待ちましょう。はい、はい、お願いします。はい、はい、だいぶ乾燥してそうですね、はい、ちょっと目地の方、はいはい、見ていただけると思うんですけど、やっぱエフロ消えましたよね。消えましたね、うん、この辺とこっちの違い分かりますか。はいはいはい、これだけ変わってきます。はいはい、でタイルもこっちだいぶ柄が出てると思うんですけど、はい、こっちまだエフロある状態。はいはいはい、この上のなんていうんですかね、デコボコ、はい、デコボコの、はい、デコの部分がもう落ちてる状態ですね。そうですね、はい、はい、だいぶ綺麗になりますね、はい、ローラーストーン影響なさそうですね。大丈夫そうですね。保証はできないっていうのがそうですね、難しいところですけど、うん、まあでもアスファルトの上でこれで大丈夫であれば、はい、まあ、問題ないかなと思いますんで、ちょっと保証対象外にはなっちゃうと思うんですけど、はい、施工することは可能ですね。はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今回、はい、ちょっといろいろ実験させてもらったんですけど、はい、まあ、僕らが今思いつく限りパパッとやらせていただいたんですけど、うん、はい、まあ、きっと皆さん、こういうのどうなんだろうとか、そうですね、はい、いろいろ疑問が出てくると思うんで、はい、そういうのってお問い合わせいただいたら今後 YouTube で実験してっていただけますかね。あ、そうですね、他にこういろいろな、生活する上で、こういうことが起きるっていうことが実感されてる方が多分いろいろいらっしゃると思うので、その点に関しては YouTube の方に、まあ、問い合わせかな、コメントかな、うん、はい、お問い合わせかコメントか、はい、いただければ、その実験は今後ともしていこうと思っております。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、皆さん引き続き YouTube チャンネル登録と、はい、高評価の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。